です。本日なんですけれども番外編ということで、今日はですね、明日オープンのうかストアへ行ってまいりました。北海道札幌ステラプレイスにてオープンするんですけれども、そちらの体験へ行ってまいりましたので、そちらの VTR をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、わかりました。かわいい、はい、いいですね。逆さにしてもチーズがないので、はい、呼ばれる、ちょっと難しいですけど、前が出っ張ったところがあるんですよ、頭の。ちょっと考えてみます。ここら辺ですね。はい、 VTR ご覧いただきましたでしょうか。もうね、めちゃめちゃ楽しくて、そしてあの空間もね、すごい落ち着く感じで、あとはその壺の頭の壺の部分もね、しっかりとこう教えてくれて、その商品をこういう風に使うといいよっていうのを教えていただいたので、すごく勉強になりました。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ということで今回このインスタグラマーとして体験行ってきたんですけれども、こんな感じの土産をいただきまして、でじゃじゃーん、こちら、映像の方にもあったこちらの剣山と呼ばれるものなんですけれども、剣山はこれミディアム、柔らかさがミディアム、いろいろ種類があって、ハードとかすごい硬いやつとか柔らかいのまで種類があるんですけれども、でしかもこれ北海道限定カラーです。可愛くないですか。私この色のブルーめちゃめちゃ好き でちょっとね、癒されていこうかなと。でなんかこう片方だけじゃなくて両方でね、こういう感じでマッサージするといいみたいなんで、ちょっともう一つ買おうと思ってるんですけど、であとは VTR にもあったオイルですね、ネイルオイル、髪ぐちゃぐちゃですね。これもすごいいい香りで、しかも見てこれ、ここのね、見えます、髪ぐちゃぐちゃやな。これデザインもねすごい凝っていて、でなおかつ香りがこうちょっとね、動画で香りがお伝えできないのがちょっと残念なんですけど、すごいヒノキの香りがするんですよね。見えないね、見えるね、すごいヒノキの香りがして、でこの指とかにこうネイルのオイルなんで、こんな感じでね塗って、でハンドマッサージをするっていうのをレクチャーでいただいたんですけど、男性のプレゼントにもおすすめです。結構こういうネイルオイル系って女性の好きなフローラルな香りとかお花の香りが多いんですけど、これすごいヒノキの香りで、そう、男性でも使えるような感じで癒されるっていう香りなので、皆さんももしよかったらぜひお
試しくださいということで、今日は体験会行ってきたよということでウカご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録応援よろしくね。インスタもやってます。バイバイ。